今すぐ予定を変更せよ。ナンバーアンダーラインアイが今日のインスタライブでファンに伝える重大発表。ファン歓喜。今日18時30分のインスタライブで起きる歴史的な瞬間。今日18時30分から開催されるナンバーアンダーラインアイのインスタライブは、多くのファンにとって待ちに待った瞬間です。平野翔くん、岸くん、神宮寺くんの3人が揃って登場するこのイベントは、 ただのオンラインライブ以上の意味を持ちます。ファンとの直接的な交流を深める機会であり、彼らの多忙なスケジュールの中で時間を作り、約束を果たしてくれる姿勢が一層感動を呼び起こします。インスタライブがどれほど特別で、ファンにとってどれほど重要な意味を持つのか、その背景にある情熱と愛情を探ってみましょう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは多忙の中でもファンとの約束を守る姿勢が尊敬される。 理由の一つです。多くのアーティストが忙しさを理由にファンイベントを延期したりキャンセルしたりする中、彼らは時間を作り出してファンに会いに来ます。この姿勢こそがファンの心を捉え続けている理由の一つです。ファンはその誠実さを感じ取り、さらに深い愛情を注ぐようになります。特に彼らが自分たちの時間を削ってまでファンと交流することを選ぶ姿勢は、ファンにとって大きな感動をもたらします。 ファンの声が SNS やファンクラブサイトに溢れているのを見ると、彼らの期待と興奮が伝わってきます。あるファンは、夕食を後にするか、先にするか悩んでます、と書いています。これは、インスタライブを見逃さないようにするための工夫の一例です。別のファンは、ボンの衣装でかっこいいのにかわいいと、その外見とパフォーマンスの両方を称賛しています。こうしたコメントの一つ一つが、 ナンバーアンダーライン愛がいかに多くの人々に愛されているかを物語っています。インスタライブの魅力は、リアルタイムでアーティストとファンが交流できる貴重な機会にあります。コメントを通じて直接メンバーにメッセージを送ることができ、彼らのリアクションを見ることができるのは、まるで対面で会話しているかのような感覚を与えます。今回のインスタライブでは、3人が一緒に盆栽を作るというユニークな企画が予定されています。 盆栽作りは静かな芸術でありながら、彼らの会話や創作の過程を見ることができるのは非常に興味深いでしょう。特に、盆栽というテーマは日本の伝統文化に触れる機会でもあり、ファンにとって新鮮な驚きを提供します。平野翔くんのみなんな集まれへという呼びかけは、ファンの心を一瞬でつかみます。このフレーズは単なる言葉以上の意味を持ちます。それは、 ファンが一つに集まり、共有する喜びの瞬間を象徴しています。最後のように三人の息がぴったりと合っているところも、ファンにとって特別なシーンです。このような細部にまでこだわった演出は、ファンの期待を超えるものとなるでしょう。彼らの呼びかけに応じて、ファンは一斉に集まり、画面越しに一体感を感じることができます。インスタライブは、単なるエンターテインメントではありません。 それは、ファンがアーティストと繋がるための大切な手段です。特に、コンサートやイベントが開催されにくい時期において、こうしたオンラインイベントは一層重要性を増します。ファンはアーティストの声を直接聞き、リアルタイムで反応を楽しむことができるため、物理的な距離を感じさせない一体感を得ることができます。インスタライブを通じて、ファンはアーティストの日常の一部を垣間見ることができ、 より親密な関係を築くことができます。すべてのファンがリアルタイムでインスタライブを視聴できるわけではありません。仕事や家庭の事情でその時間に視聴できないファンのために、アーカイブの提供は非常に重要です。これにより、誰もが平等にコンテンツを楽しむことができ、ファンコミュニティの一体感が維持されます。多くのファンが、アーカイブも最高です。ぜひともよろしくお願いいたします。 と期待を寄せています。アーカイブは、ライブでの体験を逃したファンにも、その感動を後から追体験させる重要なツールです。さらに、今回のインスタライブでは、ファンが楽しみにしている新曲、ボンにちなんだ盆栽作りが予定されています。彼らがどのようにこのテーマを取り入れて創作するのか、そのプロセスを楽しみにするファンも多いでしょう。盆栽は、 日本の伝統文化を象徴するものであり、その繊細な作業を通じて、ファンは新たな一面を発見することができるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが一緒に何かを作り上げる姿は、ファンにとっても一体感を感じさせるものとなります。ファンの期待は高まる一方で、その一方で不安もあります。例えば、インスタどこから見れるんですかという質問や、アーカイブよろしくお願いします。という声は、 その一例です。これらの声に対して運営側がどのように対応するかもファンとの信頼関係を築く上で重要です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがファンの声に耳を傾け迅速に対応する姿勢は彼らの人気の秘訣の一つと言えるでしょう。インスタライブの魅力はその即時性と親密さにあります。ファンはリアルタイムでアーティストと交流しその反応を楽しむことができます。 コメントを通じて直接メッセージを送ることができるため、ファンはまるでアーティストと対面で会話しているかのような感覚を得ることができます。特に今回のように特別な企画がある場合、その魅力は一層増します。盆栽作りというテーマは新鮮でユニークな体験を提供し、ファンにとって忘れられない思い出となるでしょう。ファンの声は SNS やファンクラブサイトに溢れています。あるファンは 夕食を後にするか、先にするか悩んでます、と書いています。これは、インスタライブを見逃さないようにするための工夫の一例です。別のファンは、ボンの衣装でかっこいいのにかわいいと、その外見とパフォーマンスの両方を称賛しています。こうしたコメントの一つ一つが、ナンバーアンダーライン愛がいかに多くの人々に愛されているかを物語っています。インスタライブは、 ファンにとって単なるエンターテインメント以上の意味を持ちます。それは、ファンがアーティストとつながるための大切な手段です。特に、コンサートやイベントが開催されにくい時期において、こうしたオンラインイベントは一層重要性を増します。ファンはアーティストの声を直接聞き、リアルタイムで反応を楽しむことができるため、物理的な距離を感じさせない一体感を得ることができます。インスタライブを通じて、 ファンはアーティストの日常の一部を垣間見ることができ、より親密な関係を築くことができます。すべてのファンがリアルタイムでインスタライブを視聴できるわけではありません。仕事や家庭の事情でその時間に視聴できないファンのために、アーカイブの提供は非常に重要です。これにより、誰もが平等にコンテンツを楽しむことができ、ファンコミュニティの一体感が維持されます。多くのファンが、アーカイブも最高です。 ぜひともよろしくお願いいたします、と期待を寄せています。アーカイブは、ライブでの体験を逃したファンにも、その感動を後から追体験させる重要なツールです。また、インスタライブの楽しみ方は人それぞれです。あるファンは、ボンの衣装でかっこいいのに可愛いいとコメントし、その外見とパフォーマンスの両方を楽しんでいます。別のファンは、夕食を後にするか、先にするか悩んでます、と。 インスタライブを見逃さないようにするための工夫をしています。このように、インスタライブはファンにとって特別な時間であり、その一瞬一瞬が大切な思い出となります。インスタライブは、ファンにとって単なるエンターテインメント以上の意味を持ちます。それは、ファンがアーティストとつながるための大切な手段です。特に、コンサートやイベントが開催されにくい時期において、 こうしたオンラインイベントは一層重要性を増します。ファンはアーティストの声を直接聞き、リアルタイムで反応を楽しむことができるため、物理的な距離を感じさせない一体感を得ることができます。インスタライブを通じて、ファンはアーティストの日常の一部を垣間見ることができ、より親密な関係を築くことができます。